この日、小沼浩太の中学校公演に密着した。先生、どうやったらそうなったんですか？どうやったらそうなったっていい質問だよ。俺も聞きたいんだよ。君たちって修学旅行でスキー学習とかやった？まだ。あ、そっか、コロナ。俺中学校1年生の時さ、スキー学習だったのね。で、こうさ、俺スキーなんてやったんじゃないわけよ。で、ウェアとかレンタルされるの。あれ、こう、貸すじゃん。俺だけサイズなくて、一人色違いよ。で、それ多分普通の人だったら、マジ、俺は気持ちいい、超嫌なんだけど、俺一人で、イエーイ！